各種設定を行ってください。はい、どうも皆さんこんばんは、ゆきあみです。今日はバンシーの方ね、演習場でちょっと遊んでいきたいと思います。まあちょっとね、収録まではちょっと普通のね、本編まではちょっと無理そうなので、まあ本編は多分土曜日か日曜日ぐらいに出せればいいかなと思っております。とりあえず走行強化2までは、2月17日時点でできております。まずノーマルがこんな感じね、性能。で、走行強化1、機動強化1、走行強化2というような感じです。で、これがシステム発動時ね、これがノーマル、これが走行1、機動1、走行2というような感じです。システム発動時はやっぱりものすごい強くなりますね。はい、じゃあとりあえずまあまあこれで1回ちょっと演習場でね軽く見せられたらいいかなと思います。まあ少しノーマル OS とか、まあ、走行1、まあ、起動1の時とかもちょっと乗ってはみたんですけど、まあいい時と悪い時の差がちょっと激しい機体ですね。まあ見方次第っていうのもあるんだけど、もちろん。さあそれでは行きますかね。機体スキルはカウンターダッシュ。格闘技、バルバトスと一緒って感じか。で、あとは、NTD システム。バンシーの場合は、敵機に攻撃を与えてダメージを与えるほど、使用可能になるまでの時間が短縮されると。普通にやってたら時間かかるけど、攻撃当てたり、これどうなんですかね、ダメージ量なのかな、バルカンでヒット数とかで行くんならもっと早く溜まりそうだしな。多分やっぱ与えた感じだとやっぱりダメージ量なのかな。はい、とりあえず、どんどんやっていきますかね、攻撃確認を。このような感じですね、通常は。照射もあるし、他には緊急回避もありの、なかなか良さそうですね。さあとりあえずやっていきましょう。普通のメインがこれと、3発でよろけるのかな。ちょっと撃破してしまってますが、確か3発だったと思います。バルカン普通にね当ててマニュアル射撃するのもよしですし、なかなか便利ですよ。で、緊急回避もありますしね。普通に使ったらカウンターダッシュになるんでね、何もせずに使えばこうカウンターダッシュ、方向とかにね入力してやれば、緊急回避になるというような感じですね。さあそれでは、格闘の方もやっていきましょうか。まずはノーマルからね。さあ行くぞ、こんな感じね。追撃だ、いいね。格闘技ということでね、なかなか使い勝手は難しいのかなと思ったけど、意外とユニコーンと似たような感じですね。これ前角ね、上角っていうか。よし、で、左。で、右というような感じですな。この辺はそんなに特徴があるとか、そんな感じでもないね。で、下角。蹴り上げるって感じか。さあそれではね、システム発動していきましょうかね。はい、こんな感じですね。もちろんサイコフィールドもありますし、もちろん、あとは格闘が強いんでね、サイコフィールドして、格闘に持ち込むのも悪くはないかな。マニュアル射撃してからのがいいような気もする。で、緊急回避をした時に、システム発動時は飛び打ちになりますんで、緊急回避と同時にね、弾を撃てるようになります。なかなかいいね。で、ノーマル、後ろでやろう。ノーマル格闘はこれ。はい。これが上角。これが、横角と。終わっちゃった。さあ、そういえばタックルの方見せてなかったね。タックルは、こんな感じですね。通常状態のタックルが、こんな感じ。これがシステム発動中のタックル。わーお。すごいな。よし、そしてシステム発動中の下角。おお、吹っ飛んでいく。いいね。なかなかね、使い勝手が良くて面白い機体じゃないかなと。ちょっと気をつけなきゃいけないのは、やっぱり、中間距離で戦わなきゃいけない感じになるのかな。中間距離といっても、もうちょっと近めで戦わないと、やっぱり射程がね、そんなにあるわけじゃないんで、飛び打ちにしても、やっぱり300ぐらいなんで、やっぱりこのぐらいの距離を保ちながら戦わないと武装がね、当たんないっていうことがやっぱ起きるんで、そこは注意ですね。そしてビームの照射の方ちょっと見せなかったんで、ごめんなさいね。こんな感じ、下入力する感じで、こんな感じのが打てます。まあだから結構で、照射で、ユニコーンとか追っかけてきた時に吹っ飛ばしたりとかもできるんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。おお、なんかビームが極太みたいになったような気がするこれはこれで面白いな、まあ、なかなか楽しい機体なんでね、ぜひ使ってやってみてください。これでもくらい。はい、それではね、今日はこのぐらいにしたいと思います。またね、後日ちゃんとね、収録できたら使っていきたいと思いますんでね。さあ、それでは今日はこのぐらいにしたいと思います。皆さん、失礼します。